皆さん本当に遅れてすみません、ごめんなさい。本当に本日の21時から生配信するよなんて言ってたんですけども、ちょっとあの元々のお仕事が、あの収録がもうすごい盛り上がって大成功して、2時間半押しました。すいません終わったのがもう9時半ぐらいになってしまって、大丈夫かなと思ったんですけども、本当に皆さん本当に遅くなりました。1時間押しの生配信、今日も皆さん見てくださりありがとうございます。イエーイ。あー焦った、もうかなりテンパりましたけども、あの今日はですね、あの私の、まあ、ちょっとねちょっと前に実は裏で撮っておりましたメイク動画をこの生配信の中で発表いたしまして、あの最後その生配信メイク動画やって、で最後また生配信という形の新しいスタイルで2時間ほど、あのインスタ、あ間違えた、 YouTube ライブをやっていこうと思っております。まあ皆さんね、今家にいることがたくさんあると思いますので、特にこれからずっと多分家にいることが多いんじゃないかな。今日も多分たくさんの人がね、家にいるんじゃないかなと思っておりまして、あのいろんな企画を YouTube でやっていこうという中で、たくさんご要望がありましたメイク動画というものをやってみようかっていう話になりまして、でもすごい、もうみんなからメイク動画ってすごい言われたので、あの皆さんがいつも見てくださってる皆さんが、見たいものを作ってみようということで頑張って作ってみました。そしたら、1時間13分ほどの長尺です。長編映画です。もうだからね、ちょっとみんなついてこれるかなと思いながらも、ちょっとこの長編の、しかももう素人ですから、こういうメイク動画を作るということに関しては。なので、ちょっと至らない点もあるかもしれないですけども、ぜひとも皆さん、この1時間13分のメイク動画を見ていただいて、そして、その動画が終わった後に、皆さんからの、質問だったりとか、私のそのアフタートークみたいなのを、メイクのアフタートークみたいなのをしていけたらいいなと思いまして、私、今回動画を撮りまして、もうねすっごい楽しみ、どんな風になるのか。しかももう素人だから、素人のメイクのね、私普段自分でメイクしてんだけど、素人の私のメイクをなんかみんなが見たいって言ってくれるのがすごく嬉しいので、なのでこれから、そのメイク動画を見ていただきたいと思います。それではその1時間13分後に私とまたお会いして、たくさんの方とトークしていきたいと思います。家の中で寂しい、一人ぼっちだよみたいな方も、ぜひとも一緒に私と時を過ごそうちょっと今日は収録をとにかく今やってきて、テンションぶち上げの前はここに来てるから、ちょっと変なテンションですけども、それでは行きたいと思います。私の初めての普段メイク動画、ぜひともご覧ください。それでは後ほどお会いしましょう。スタート。していきます何用の動画それでは、今日は私の普段メイクをしていきたいと思います。まずは化粧水を塗っていきます。手に全体に広げて、こするってよりは染み込ませるのが私は好きです。結構肌が乾燥もしやすいんだけど、でもちょっとこの油も出やすいみたいな、だからあんまり油っぽいものをねつけすぎるとなんかちっちゃいブツブツができちゃうから、すごい難しい。
でもここをしっかりね、あの肌がね水分いっぱいになると、あーすっごい目にしみた、やりすぎた、ちょっと気合い入っちゃってるからね、メイク動画撮るっていうのに。こういう感じで押し込んでいって、最初に水分がすごい入ると、あのファンデーションのノリが良くなって、結構夜までトゥルントゥルンで入れるっていう。とにかく私の目標は、どんだけメイク直しをしないで一日済ませるかっていうことを目標にメイクをやってます。こういう感じで、ちょっと上の方にあの上げます。結構ね、癖で多分こうやってやっちゃう時があったの、若い時。でもこうやってとかするとここがたるんできそうで怖いから、逆にこうやって押し付けてます。はい、こういう感じでちょっとね、多分もちもちになってきたと思います。そして次は乳液を塗っていきます。乳液はね、あんまりベタベタ塗ると、あのちょっとなんていうのかな、ファンデーション崩れちゃうから、あんまりもうほんとちょっと、これもね使うか使わないか分かんないぐらいの量を、ちょっと私本当に恥ずかしいんだけど、もう特殊すぎて私のメイクが、だからちょっとあの何これと思うかもしれないけど、気にせず皆さん見てください。乳液を塗るところは、まあファンデーション、リキッドファンデーションを塗るところに塗ります。なのでまずね、このおでこにちょっとピューって塗って、でこの眉毛と目のところも塗ってきます。まあ薄くちょっとね塗っていく感じで、それでこの顎、ここら辺を塗っていきます。ここの頬とここの下と鼻には塗りません。なぜなら、一番ここが崩れやすくて、乳液とリキッドファンデーションも塗ると崩れちゃって直すのが大変なので、私はこことこことここには、リキッドファンデーションと乳液は塗りません。なのでそれ以外のところちゃんと保湿をしていきたいと思います。よいしょ、ちょっとねマッサージ的な感じで塗っていきます。よいしょ、はい。で余ったやつはもうこうします。続いてはですね、リキッドファンデーション塗っていきたいと思うんですけども、もう基本やっぱ1日ロケをやったりとかするわけですよ。例えば5時間とか6時間とかロケを回すときにメイク直しがあんまりできないことが多いから、もうメイク直しをしなくても済んでいけるような、もう最初からあんまり落ちないようなメイクにしていきたいと思って浮かんだメイク法なんですけど、まずじゃあ、まあ、リキッドこれぐらいかな。これでもちょっと今多く出しちゃったかな。これを頬と鼻とここの上の部分には塗らないようにしていきたいと思います。これね、なんで塗らないのかって言ったら、あのね、時が経つとここにすごい溜まってくんだよね。ここの、わかる？ここのところのさ、縁にさ、ファンデーションがガッと溜まってきたりとか、鼻がさ変な崩れ方してきたりとか、あとここも変な風にね崩れてくるのが嫌で、避けてます。
だからとにかくメイク直しをせずにやっていけるように、ちょっと鏡を使って、で基本あのリキッドファンデーションも私は手でやってます。でこの縁とかやっぱね、顔がね赤いんですよ。私はねすごい顔が赤くてね、赤みのある顔なんで、ちょっと薄くこう伸ばしていく感じで、あんまりべったり塗ると化粧直しがめんどくさい。でもカバー力はちょっと欲しいんで、この辺に塗っていきました。今おでことこっちこっちこっち側かな。でここだけは開けてます。だからなんとなくね今わかると思うんですけど、さあそして別のところも塗っていきましょう。もうこっち側はやばい。この辺はねニキビ跡って感じなんだけど、ここはもうニキビ分ですね。これとかもね消せたらいいけど、これでもちょっとねゆっくり消していけたらいいなと思います。で頬のところは塗らずに、ちょっと気になる赤いところだけ。あのね、私こっちで寝ることが多くて、こっちで寝るから多分ニキビがねこっち側にできちゃうんだよね、多分こすれて。でも寝相はね変えることはできませんから、こういう感じで塗っていきます。上とねこうくっつけさせて、はい、リキッドが塗り終わりました。こういう感じです。だからなんとなく見たら分かると思うんだけど、ここら辺を塗らずにここだけとおでこと目だけ塗りました。さあ続いては出ました、ここで多分普通の人は多分やらないであろう、多分みんなはここでリキッド塗ってちょっとお粉塗って終わりだと思うんですけども、ちょっと私はですねあのこのファンデーションの粉を塗っていきたいと思います。このセフィーヌのファンデーションには絶対このスポンジじゃないとダメ。これすごく相性いいですよ。お粉をちょっとのせまして、まずあの最初に鼻から塗っていきます。見てすごくない？すごくない？この一気に赤みがバンって消えるのすごくない？鼻のさ、わかる？よーく見て、アップで見てごらん。鼻毛だけ気をつけて。こうやったら鼻毛見えないか。見て、この一気に一発プンプンってやっただけで、これだから本当はこれ一本でもいいんですよ。このカバー力がすごいあるから、これ見てください。あれみたいな、直美ちゃん何っていう、ここだけなんか違うねってなるでしょ。このセフィーヌのファンデーション本当にすごい、まあ、こういう風にカバー力がすごいあるんですけど、だからじゃあこれ一本でいいじゃないみたいな。確かに若い時20代の時はね、肌がもうねトゥルントゥルンのねプルンプルンだったから、正直これ一本でもいけたんだけど、今やっぱり30を超えて肌が乾燥が結構ね目立ってくるようになったんで、ちょっとやっぱりあの乳液とあとリキッドファンデーションをやることによって、こう肌のこの油分を出した上でこれを塗るといいの。ただねこれを全部それをやるとするじゃない、もう乳液もやって、でこのリキッドファンデーションもここ全部やってみ、べっちょべちょべっちょべちょだからね。私はね、私の肌質的にね、ここにもうたまりまくっちゃって、でここもなんかプル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 みたいな、なんか変な、なんだろう、よく見たらなんかな斑点みたいな、なんかこうダマになっちゃって全部が。
ダマにバーってなっちゃって、わーみたいな感じになっちゃったの。それでやめたの。やめて、ここだけセフィーヌのファンデーションに行くっていう風に決めたんですね。で、ちょっと塗ってきますね。ほら、すごくない？ここは私はね、下地を塗らないんですよ。その分メイク落としはもうちゃんと頑張るけど、下地を塗る方がね、トゥルンって取れちゃう時あるんだよね。さあ、ここの顔の真ん中ぐらいができてきました。これでなんとなくさ、ここと色は合ってきてるでしょ。この赤いところがちょっと目立つ感じになってきてるよね。ね、じゃちょっとね、全部塗っていきたいと思います。まずはこのリキッドファンデーションを塗ってないところを塗っていきたいと思います。もうとにかく簡単で、とにかく早く終わるメイク方法みたいなのをね、もうずっと研究して、でどんだけメイク直ししなくても進んでいくかっていうこともすごい研究しています。だからなんかこう、よく言われるの、メイク本当落ちないですねとか、すごいですねって言われるんだけど、もう落ちないことだけに特化してるから、もうこういう感じで、なんかわかる？この辺が多分赤みが消えて、まあ、ちょっとマットな肌質になったと思います。さあ、ここからですよ皆さん。え、直美ちゃん、ここだけマットだけどさ、ここのさ、リキッドでやったところなんかツヤっぽくてさ、なんかコントラストおかしくない？っていう人もいると思います。もちろんそれを分かっておりますよ。私はここからはこっちの使ってない方の面、さっき使った面ね、使ってない方の新しい面でリキッドのところに塗ったところにセフィーヌのファンデーションを薄くポポポポポポポンとなじませていきたいと思います。さあ、いきます。本当に薄くで叩く感じがいいかな。あんまりさっきみたいにスーとかやっちゃうと、もともとのリキッドがトゥルンって取れちゃうから、私はこんな風にやってます。はい、じゃあこっちも塗っていきます。肌の調子がね、本当にね、日によって全然、多分年に3回ぐらいしかない肌の調子がめちゃくちゃ今日いいなっていう時、あ、肌の調子戻ったかも、いい感じになったかもって思った次の日にはもうニキビできてたりとか、なんか変なつぶつぶができてたりとかするから、それが本当に嫌なんだけど、だからこそね、本当にお化粧があってよかったなと思いますよね。さあ、暑いね。ちょっと冷房つけようか。ちょっと暑いですよね。ちょっと18度はいける？ちょっと一回、ね、こっちにもつけ、こっちのやつもつけて。これね、メイクした時に汗かいたら終わりですから。これ絶対に。もう本当にね、メイクしてる時に汗かいてきたら、ずっとメイク直ししてるみたいな。で、汗かくと乳液と混じってトゥルンってなっちゃって、ファンデーションもなんかベーンみたいな。で、ファンデーション自体もなんか、すいません、力不足でみたいな、ベーンとかって下にさ、ニョンってなっちゃうから、これ冷房が大事なんです。で、ちょっと続きをやっていきましょう。ほら、もう汗かいちゃってる。ほら、汗かいちゃってるよ。怪しいと思ったんだよ。
汗かいたらダメなの絶対に。汗かいても無理やり。だから夏のメイクは大変だよね。夏のメイクはもうねトゥルンってなっちゃうから、まず汗を抑えてから皆さんやった方がいいと思います。私はねそれで結構悩んでた時あったな。さあいかがでしょうか。どう、正面から見ると結構わかるんじゃない。で今目のこの周りと目のここだけは塗ってません、ファンデーション。でもどう、このリキッドで塗ったところとここの違いないでしょ、境目ないでしょ。そうなのよ、これがねいいバランスでいけるんですよね。さあここでここのファンデーションが終わったところで、私は何からいこうかな。目からいきますか。じゃあいつもの目。私はね昔はきっと多分今 YouTube に上がってる動画とか、それこそあの防具のメイク動画とかで多分手でビャーとか塗ってることがあったと思うんですけども、あの手で確かに塗った方が色がねつきやすいっていうのもあるんだけど、やっぱり汚れる、汚れるのが本当にね毎回洗うのがめんどくさくてね、ちょっとやだなと思った中でいいのを見つけました。そっからねいろんなことを経たの。いろんな人がブラシを使ったりとかしてて、まあ、確かにブラシだとグラデーションとかすごい作りやすいんだけども、あの今回私はこちら、この資生堂さんの棒、これがとってもいい。まあ、チップなんだけど、チップって結構こういう風に短い、これぐらいの短いものをよく見るんだけど、よく化粧品のねあれについてるけど、これはすごく長くて使いやすいです。でこのチップを使った方が私は一番色がのせやすいなと思って今これを使っています。ブラシをなんでやめたかって言ったら、ブラシは別に多分私に合わなかった、私が多分下手すぎて、ブラシをさ例えばじゃあこれはまだ大丈夫なブラシだけど、例えばこういうブラシをさピッ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 とかさファンファンファンってやると、ここだけにのせたいのになんか飛び跳ねてブラシがここになんか色ついちゃってたりとか、ここに溜まってったりとか、ここにフィンフィンフィンとかやったらここになんかペッペッペッって分かる、なんか水をさこうやってさピャッてかけるみたいな、こうやってピッてかけられたみたいな感じにここに溜まっちゃうの。それを直すのがすっごくめんどくさくて、確かにグラデーション綺麗に作れるんだけど、ちょっと多分繊細なメイクをする方にはおすすめで、私はこのチップでやっていきたいと思います。ただこのチップもグラデーションがすごい使いづらい、作りづらいっていう声も聞こえてきます。だけど聞こえてきます。でも私もそうだった、でも乗り越えた。それをちょっとねみんなにぜひ見てもらいたいなと思って、今日もグラデーションやっていきたいと思います。まずはこのフェンティビューティーのこちらの色を使っていきたいと思います。これは万能、もう何個目っていうぐらいね。これはフェンティビューティーアメリカにしか売ってないかな、私がニューヨーク行ったり来たりしてる時にも大量に買って、私だけでもあと 5,6 個ぐらい持ってるからね。でメイクのしもちゃんにも渡して、もうこれは最強、どこにでも使える。まずこのなんて言うんだろうな、私は潤ってる系のシャドウが好きだから、潤ってる系でまず下地塗っていきたいと思います。これをピッピッピッてピッピッピッてつけて、これを塗っていきたいと思います。本当いつも通りやるよ。じゃあピローンって、ほら結構さ綺麗にラメが入るでしょ。ちょっとこのアイホール全体に私はピーって塗ってきます。もうアイホール超えてるけどね今で。私がなぜここのあのまぶたにファンデーションを塗らなかったかっていうと、あのシャドウがすごい塗りやすい、粉のファンデーション塗せちゃうと結構
のぺってなっちゃうんだけど、ちょっとしっとり感があった方が乗せやすいっていうのがありますね。まあ、こういう感じでちょんちょんちょんって、この辺がねちょっとチップの難しいところなんだけど、ちょんちょんってやっていけば、はい、こういう感じで左右で多分見たら分かると思うんですけど、ちょっとこう色はそこまで変わんないんだけど、でもちょっとこうツヤ感が出るみたいな、なんか分かるかな、ツヤ感がこう出る。だからあんまりこうなんて言うんだろうな、あんまりシャドウとか強めにしたくないっていう感じの時とか、まあ、下地に使いたいっていう人とかはすごいぴったりかもしれないです。はい、これをじゃあ左右やっていきます。すんごいこれ塗りやすいんだよね。どうでしょうか。うん、いい感じになったかしら。でこれはここ上だけじゃなくて下にも塗っときます。このなんていうの、袋にちょっと塗っていきたいと思います。さあ続いてはフェンティービューティーの4番。これは素晴らしいよ。今までだってさ、主流はさ、アイシャドウこんなでっかいパレットを使ってさ、いやメイク直しの時これ持ってかなきゃいけないのみたいな思ったんだけど、これはこんなにコンパクトでこんなに薄いのに6色入ってます。しかもこの6色が全て使える色、1回のシャドウで使える色でまとまってるからすごいありがたい。じゃあまずはこの下のピンク、これ使っていきたいと思います。これね、ここの部分ね、まあ上よりは比較的にラメがこれねすっごい強くて、あ、こんなちっちゃいパレットの中にラメ強めのやつ入れてくれたんだと思ってね、本当リアな感謝なんですけど、こちらのピンク、今日はちょっとピンクメイクしていきますので、これがねほんとびっくりこきまろよ。このラメがね結構強力で、一回ついたら上から落ちることはほぼないの。でもメイク落としても綺麗に落ちる。だけどつける時にこの状態でここでつけるとパラパラっと落ちて、ここにねラメが一生ついてるのよ。それが嫌だから私は下を向いて塗ります。そしたらね、ここの鏡にね落ちてくからね、まずはここの下の部分からつけていきます。はい、どう、ラメがすんごい、わかるかな、足された感じで、もう一度ピッピつけて、もうちょっとアイホールの上の方までちょっとピンクをつけていきます。このピンクもね意外とそんなね強いピンクじゃないから、私はすごい使いやすいなと思っております。まあ、全体的にこういう感じで、はい、塗っていきました。こっちとちょっと違うでしょ、こっちはなんかブラウン、超ブラウンなんだけど、そこにちょっとピンク足すことによって、でも同じような色合いだから仲良しみたいな、同じような色合いだからいけるみたいなのはあると思います。それでは続けてやっていきたいと思います。でちょっとずつこう上に、もうだからこのチップだとねあれなんだけど、ここを先に塗って、ここは一番欲しいじゃん色、ここら辺 でそっからパーって塗ってから、軽く力も押さえながら上にピッ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 って上げていくと、グラデーション私はすごい作りやすいですね。
なんかわかる？ちょっとこの上が薄いブラウン系で、ここがこう、このピンクがちょっとずつこうピンクになっていってるっていう感じで、こっちもちょっとここをまず塗ってから、ちょっとずつこう上にピピピピピピッとかやるとどうですか？目の下にも入れます。ちょっとどっちもピンクにしていきたいと思います。いい感じじゃない？でたまにラメがねピッピってなっちゃうからね、ピッピってこうやってピッピってやって、どうでしょう、全体的にピンクがなったと思います。そして今度は濃い部分ですね、濃いピンクの部分を使っていきたいと思います。これはねちょっとねラメっていうよりメタリック系かな、ラメっていうよりはメタリック系だと思います。これをここの目の二重の幅の部分に私は塗っていくのです。これもちょっと顔にラメが当たらないように下向いてやっていきますね。アイホール全体というよりは下の方にピッて塗ります。でこっちも塗っていきます。さあ下の方につけたらちょっと陰影ができたんではないでしょうか。でグラデーションにしていくために次もうちょっとピッピってつけて、この辺ぐらいからまださっきの感じでちょっと薄くここのところに濃いやつを間のこの部分に入れます。そしてここにもフィーッと本当に薄く柔らかタッチでやったらちょっとグラデーションになったんじゃないでしょうか。でもうちょっと色が欲しいのでもう一本太いやつでこの4番のこのピンクの部分ですね、このピンクの部分を使っていきたいと思います。ピンクをここにちょっと出します。でもちょっとだけでいいんだ、あんまり濃すぎると、うん、本当にちょっとだけでいいの。ピョン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 って、あんまりねゴスゴスやると、これマットなやつだから気をつけてます。ゴスゴスやるのピョンピョンピョンってつける感じで、結構だから左右対称な色合いにするときはやっぱ同じような光でこうこっちから太陽が来てたとしたら、これだとちょっとこっちが薄く見えるから、これをこうやってやって鏡をこうやって見ながら、私はいつもやってんだけど、それが大変なんだよね。よいしょ、どうでしょう、いい感じかしら、どうでしょう、ピンクピンク、はい。そしてこのピンクの裏側を使ってちょっとこの茶色を目尻にちょっとだけ入れます。でもねあんまりそんな濃いわけではないから、本当にちょっとだけ目尻にピュッて入れて、こっちもピュッて入れます。別につけてもつけなくてもいい日があるんだけど、自分の中で。でもつけた方がなんかこうパキッて目が見えるなっていう時とかはつけてます。急いでる時はあんまりやんないかも。はい、こんな感じです。そして濃いやつを使ってピンクを入れていきます。うん、同じようなグラデーションになったかな、目と。まずこんな感じでアイシャドウ、あの結
構いい感じに塗れてるね。どうだろう、あんまりこの光でやったことないから。結局こうやったら照明つけた意味なし。それではアイラインを塗っていきたいと思います。あのアイラインが本当に調子いい時と調子悪い時の差が激しい。調子が悪い時はもう本当にさ反り込み入ってますっていうぐらいまでこっからさ目尻のやつがさビーンとか言ってさ行っちゃう時もあるし、調子悪いとなんかもう私なんてみたいな、なんかピッみたいな、全然伸びないし、あと、まあ、左右を対称にすることだけを私は意識してて、そこはやっぱりねあんま話しかけられたくないというか、もう一番集中してる何個かのポイントの中の一番ですね。1個目のポイント、話してほしくないポイントで、ね、このアイラインで、ちょっとこの辺の乗ったやつはなんかピッピッってやっとけばどうにかなりますね。さあアイラインを塗っていきますかね。あー怖い、失敗できないから、まあ、結構細いんだけどね。で私はもうプロじゃないから、あのこうした方がいい、あした方がいいがちょっとないけど、ちょっといつも通りやっていきたいと思います。で二重の幅がね結構左右違うんですよね。多分こっちの方が二重の幅がすごいあって、こっちがで、こっちが多分ちょっと奥二重みたいな。で私はここのね二重の幅がねすごい、あ二重の素材っていうか皮膚だけど、あの素材が薄いから、こうやってやると奥二重になるし、こうやってやると二重感がすごい出るんだけど、基本あまり太く引かないようにして二重の幅を整える、左右を整えるぐらいのアイラインの引き方を私はしています。じゃあまずこっちからいこうかな。こっちのアイラインがまずこの辺からいこうかな。ピッ、ちょっとピッて、まず様子見。本当に毎日ドキドキだよこれやるとき。もうアイラインとかさ、まあシャドウもそうだけど、失敗したらもうテンションぶち下がりだよね。一日最悪。なんかね、先っちょでやるより私はこう寝かせてピッピッって引いてます。うん、まずはこういう、あなんとなくそういう感じねみたいな、あ今日そんな感じでいくのねっていう感じを見せつつ、もうちょっとこれわかるかな。で目尻まで行ったら、私はちょっとピッてやるのが、目尻をピッてやるのが好きだから、目尻をピッてやれます。ここはもうあの命がけ。最後まで頑張んないと、息したら終わり。こんな感じかな。目がこうピッてなるように。でここからちょっとずつ太くしていきます。軸ができたら太くしていきます。どうかしら、こんな感じに引いてきました。
こんな感じで、左右だと、まあ、こういう感じですね。はあ。でこれを左右対称にどうやってライン引いていくかのも勝負ですから。あ、結構今日は奥二重系のアイラインになったな。だからあんまりどんどんやりすぎるともう二重の幅丸ごとアイラインみたいな感じになっちゃうから、じゃあこっちもやっていきます。こっちはね、二重の幅があるからね、ちょっと大胆にピッピッピッっていっちゃいます。一回この土台を作ってあげて、一回見て、なるほどねみたいな、まだいけるねっつって、こうやってまだいけるねっつって、かあ、ここはなんかね、三重みたいになっててね、変なところにね線が入ってるからね、難しいんだよな。 OK だね、ここまでいけました。なおちゃん頑張ります。噛んでいきます。はい、できました。さあアイラインピッピッピッってこのところ、もう左右ちょっとばらついてるからまあいいか。これで、まあ、ちょっとね、若い時はちょっと釣り目だったんだけど、やっぱり年を重ねるごとにこれがどんどんこう垂れてきてなんか、まあ、釣り目なんだけど今も、でも若い時ってパーンって張ってるじゃん顔が。でちょっとずつこう垂れてきてさ、こうなってるから、もうこれをもうここの釣り上げでごまかしますでこんな感じでできたら、まずはこれでビューラーでまつげを上げていきます。前まではね、もうまつげとかでマスカラとかつけてなかったんだけど、やっぱつけたらすごい、横から見てもこうつけまつげとの相性がいいなと思ってやるようになりました。それでも落ちない、涙を流しても黒くにじまない、そしてもうどんな汗をかいても取れない、もうそれが一番の理想だけど、ちょっとじゃあやっていきます。でもね、本当にビューラーが嫌いなの、本当に嫌なの。だからね、本当に軽くだけ、軽くだけあげる。軽くだけ。目がもう本当に、まつげがビヨンってなっちゃうから。はい。まつげ取れちゃった。でこれでもうビャッビャッビャッってやっていきます。これも本当につけまつげとなじむぐらいでいいです。私はだ、地まつげがねでいくよっていう人が羨ましい。だからこう、まあ、ちょっとつけまつげとあまり、なんて言うんだろう、つけまつげに馴染むようなぐらいでやってます、いつも。こんな感じ。ピ。そして乾いたら次下行こうかな。目の下、この細細棒、この細細棒でこの茶色、
ピッ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 、この茶色を目の下に入れてきます。もうお絵描きと一緒だよね。不思議だよね、化粧って。いつから生まれたんだろう。こういう感じでちょっと黒っぽくはならないんだけども、ちょっとこう陰影みたいなのを今つけてみたんだ。さあ、そして続いてがもう乾いたと思うから、おお、まつげか。もうまつげは大好きなつーちゃんのつけまを使ってるんだけど、やっぱギャルに憧れたパギャルだから、10代の時はもうやっぱりこのバッキバキのつけまつげを使います。でちょっとこのノリの部分もちょっと取った方がつけやすいよね。でこのいつも痛いから、この端っこをね、端っこピュンってなってるところは切ってます。そして最強ののり、このノリがもう最強、もうどんなことが起きても取れないまつげ。やっぱね、つけまつげがね取れるとね、会話に集中できないの。友達と会話してる時に、なんかつけまつげがさ、風でさ、この辺がさ取れ始めてさ、ビーンとかになってる時にさ、うん、それでうんうん、あ、そうなんだとか、もうこればっか気になっちゃって、でこれがどんどんひどくなるとね、半分以上取れ始めてね、もう視界に全部入ってくるの、まつげが。っていうことが若い時ありましたけれども、今はもうこれと出会ったらそんな不安も全くなくなりました。これはいいと思う、もう最強。なんかそのまつげエクステとかもね、もちろんすごい憧れるんだけど、若い時にもう10年以上前だよ、まつげエクステやってたらさ、あの今はもうすごい良くなってると思うけど、ポロンって取れて、たまにポロンって取れて、目の中に入った時超激痛で、やっぱ太いからもう激痛で、もうそれが耐えられないので、私目描くのがすごい好きだから、目をゴシゴシ描けないっていうのがあって、まつげエクステはね今ちょっとやってないんですよ。もしかして今もうすごい進化してるかもしれないけど、だからつけまつげがやっぱ難しいのは、私はこれをこうつけたくないの。なんかわかる？こういうつけまつげにしたくないの。こうじゃなくてこうしたいんだよね。わかる？わかる？ってカメラマンさんに言ってだいぶ結構なおじさんにわかる？とか言って、どうしても伝えたくてこうじゃないの、こうつけたくないの、こうつけたいの。それをちょっとね毎回意識してやってます。ここがね第2ポイント、絶対に話しかけるなっていうね。ここね、まつげつける時も絶対に話しかけるなポイントね。いきます。もう命がけで、ここから立てるように入れていきます。要は下に向けるんじゃなくて、立てるように意識してまつげをつけていきます。わかる？こうこうつけるように、乾けば OK。 どう？こういうまつげがパッて上にふわってこういくようにつけるのが私は好きだから、で横から見ても多分自分のまつげと多分今いい感じに絡み合ってるから、ちょっと自まつげとまではいかないけど、そこまで自然じゃないけど、でもちゃんとこう上に上がるのが私はすごい好きです。で私なんでまつげってマジ命だなと思うのが、これまつげつけてなかったらこういう目なわけで、まつげつけてたらこういう目の印象が全然違くて、なんかわかります？私目がすんごい印象がないの、あのすごいなんか弱い目っていうか、子供みたいな
なんか目してて、こっちだとなんかアイラインがすんごい強調されるんだけど、こっちだともっとパッてこう強く目力がバーンって出るから、私はこっちを見つけるのに本当に苦労しました。アイラインを細く塗っても目力出ないし、じゃあ太く塗ったらなんか元々の自分の目の形も変わっちゃって、でこうやって喋ったりとかしてても太く引いちゃってるから、アイラインが、だからなんか表情があんまり伝わらなかったりとかして、どうなったらいいんだろうと思ったらつけまつげだと思って、その中でもこのつーちゃんのまつげがもうぶち上げ、これがね自分の目の形になってる。でアイラインのこのね、アイラインのこの目尻と合わせるのが大変なんだけど、正面から見た時と横から見た時にここのまつげのここがアイラインとこうピッてつながってるのがいいんだよね。なんかわかります？このまつげがどの角度から見てもこのまつげのこの部分で、ね、このピッていう部分がどの角度から見てもこの引いてあるアイラインとピッたりになってるのは大成功で、今まれに見る大成功、これ結構成功したと思う。どっから見てもたまにね、これがさこうやってずれてたりとか、上行きすぎちゃってアイラインが2つに見えるとかってあるんだけど、これはね結構どっから見ても大成功だと思います。それではこの調子でやっていきたいと思います。でこれまたさ、私また左右の目が違うでしょ、太さが。だからねすんごい大変なのこれね。こっちはピッてなるんだけど、こっちはね見えだから肉がさブンってなって上から来るから、まつげがこうなりやすいわけ。だから肌から見るとこっちはグーンでこっちはビーンみたいな、これねよくあるんですよ。私すごいやっちゃうのが、収録とかしてる時とかもたまになんかセットとかにある鏡とかでさ、パッて見るとみたいなこうなってるから、うわー今日これの日みたいな、こっちこうでこっちこうの日かみたいな。だから定期的にこうやってまつげをこうやってビッと押さえてる時があるんだけど、それはもう自分で気づいてるから下がってるなっていうのが。だから結局こう写真の時とかはさ、やっぱちょっとレタッチとかもできるからあれだけど、やっぱバラエティ番組って別にレタッチしてくれないじゃんそんな機能ないじゃないですか、動画だし。だからやっぱりそのバラエティ番組のロケの中でどうやって、あのだからそれこそ千葉のね港ロケとか行ったらもう風がもうとんでもないわけ。それでもまつげはもう全く取れない。これね港町で覚えましたね、ロケで港町のロケの時はこのノリとこのまつげはもう絶対に取れないっていう自信がありますから。でそこでバーってなってみ、ドライアイの私もう四つ角から涙、これでもアイライン取れませんからだから経験してどんどん増えていった技術みたいなのあるかもしれないですね。まず真ん中でピッて止めて、目尻を合わせて、でそこからゆっくり上に上がるように根元をグッと押さえて、もう一回ね上にキッてつけちゃっていいんだよね。でもねまだ乾いてないから、ここからちょっとずつ様子見ながら、左右を見ながら、いけますかいけませんかという会話を眉毛まつげにしていきたいと思います。左右対称だから、こっちはねちょっとね多めにねグッて上げるの。はい、上がりました。ちょっと左右見てみる、どう、左右対称になってる、なってますか。でこれ多分ね今左側がね上がりすぎてるから、左側の上げを直したいと思います。そういう時はもう指でここの皮膚とまつげの上の部分を剥がしていって、ちょっとずつつけていく。やっぱ糊が完全に乾く前だったらまだねあれが効くからね。この糊いいのよ、すぐ乾くわけじゃないから、あの乾いたら完全にビャッてくっつくんだけど、乾く前だったらねまだね修正が効くからね、指でこう押さえながら。さあどうでしょうか。
対象になったかな。うん、どう、うん、なってる、対象になってる、うん、いいね。こっちもここの目尻の毛がぴったり合ってますね。よし、そしたらもう違和感もなく、まあそんな見てないけどね、人のメイクなんてこの人変だな、アイラインずれてるなとかないと思うけど、自分のテンション的にね下がるのが嫌だよね。 OK、 完璧の透け、 OK。 続いて眉毛、眉毛いきたいと思います。大変よ、あなた大変よ、眉毛は。私の眉毛を今見たら分かると思うんだけど、左右の太さ形長さが全く違うの、分かる、こうやってやったら分かるかな。こっちが細いでしょ、でこっちが太いでしょ、で山の高さも違うわけ、こことここで、こっちは丸いんだけどこっちは角張ってるでしょ。怖いね、眉毛って怖いね。これをどうやって対象に描くかっていう、日頃がどんだけ苦戦してるかを見せていきたいと思います。本当に大変、お本当わかるね、こうやって見たらね。でもね、剃るのが怖いのよ多分ね。こっち側前ちょっと剃っちゃったから細くなってるんだけど、上と下を剃っていって、剃れば剃るほどどんどん細くなって、どんどんこう形がなんか変な風になっちゃうから、あんまりちょっと剃らないようにして上から書いてます。パウダー、私は黒髪なんだけど、結構派手な髪の毛の色をピンクとかエクステをつけたりとかするから、眉毛は薄めに書いてます。黒い眉毛ではないです。じゃあまずはこっちからいこうかな。こっちはね太いのよ。パウダーでまず下の方をシッシッシッと書いていきます。まあ、もちろんペンシルでもいいんだけど、パウダーの方がなんかこう柔らかさが出るかなみたいな、やり直しも聞きやすいし、あと目頭じゃないや、眉頭のところもふんわりできるかなと思って、まず下を描きました。そしてちょっとずつ山を作っていきます。ここはね毛がないからね、ほにょんってなってる毛に負けずに、もう私はここを走りますという気持ちで、ここに眉毛を作りますっていう感じでピッてやっていきます。はい、まずここまでやりました。上はまだやりません。次ここの下ができたらこっちの眉毛いきます。こっちの眉毛の下を作っていきます。こっちはちょっと下めに、こっちの方が下太いから下太めにピッと描いていきます。こうやって下にピッとやっていきます。うん、これだから難しいの、左右が全然違うからね。だから右と左をもう左右に見ながら描いていきます。ここはね話しかけてほしくないポイント3です。眉毛は本当に難しい。眉毛で人格変わる、人格変わるっていうか眉毛で印象変わるもんね。私ピカルの定理っていうコント番組やってる時全ぞりしてたもん、眉毛、眉毛でコントのキャラクターを作ってたから、太い眉毛とか細い眉毛とかが、眉毛なかったらすごい描きやすくて、で眉毛だけでもう全く印象が変わるから、今は生やしてるけど、こういう感じで下もグイーンと長さも対照的にしています。さあこんな感じで下の位置は決めました。
はい、じゃああなた下そこ行くのね、私下そこ行きますというお互いの意思を確認したところで、続いて上に行きたいと思います。うん、やっぱ太いね、こっち、こっちはね上が生えてこないのよ。こっちの上が生えてこない、こっちは生えてくるんだけど、こっち上がもう生えてこないから、塗りつぶしていくしかないですね。それではこっち染めてきます。太くならないように眉毛を整えながら、でここはね山がないから山をがっつり作っていきたいと思います。でパウダーだからね結構太くなりやすいので、手でこうピッピッとやりながら私はやってます。ほらここがさ、ほら毛がないからさ、剥げてるように見えるよね。これも後でどうにかなります。はい、とりあえずこっちやりました。じゃあ左側やっていきます。で眉毛ってドツボにはまるとマジ1時間ぐらいやっちゃうから、もう1回でも失敗したらもう終わりだからね。よし、なんとなく形ができてきてますね。でちょっと今日は調子が悪いので、こちらのペンシルを使って形作ってきます。毛の調子もあるもんね、その日の。毛があんまり言うこと聞いてくれないときはもうバチって書いちゃいます。こっちもハゲてる部分に、こう色を足していけばおはげ部分が消えていくと思います。どう？眉毛が多分いい感じ。ちょっとこのすっぴんの時よりは左右の非対称さが軽減されたと思うんですけど、どう？結構いい感じになったね今ね。うまくいったね。で今この状態だと色が合っていないので染めていきたいと思います。で眉毛がねもう本当にうまくいかない時とかは、あれこれって合ってるのかどうなのかみたいな、鏡で見るといい感じなんだけど、こう合ってるかどうかを見る時はもう自分の携帯で自撮りをして、バッて自撮りをして、ちょっと待ってね、自撮りをして光をこうやってねやって、こうやって撮った時にカメラだと多分反転して映るのかな、だからちゃんとね眉毛がね左右対称かどうかっていうのがこう見えるようになるんですよ。でこれ見た時に、あ左右対称になってるなっていうのを見て、でこれで全く左右対称じゃない時があるんですよ。全く左右対称じゃない時があるから、そういう時は何回もやり直して、ひどい時は全部消して一回全部取って、もう一回ファンデーション塗ってみたいな、でもう一回この回転みたいな、眉毛のねその日の調子があるから、だから時間がある時はこの写メ使ってもいいと思うけど、時間がない時はもう諦めましょう。私結構それがいつも大変。でも今日はこのカメラのモニターで見てるから結構うまくいけました。でここでまあマスカラを、眉マスカラをつけて色合いを、この地の色と毛の色を合わせていきたいと思うんですけど、これマスカラした後にあれ形おかしいなと思うパターンもあるのよ。終わりです、絶対諦めます私は 100%。 マスカラしたらもうピッてもうここの眉毛ができましたみたいな感じでいるから、みんなが私たちもういけますみたいな、だけどいけないんですよこっちからしたらっていう。でももう直すことが大変になっちゃうから、もうすんごい太くなっちゃってて固まっちゃってるから、この状態で一回チェックしていけたらもうこれで染めていきます。もう軽いは軽く、もう軽くピッピッピッて毛並みを整えるぐらいでやっていきます。あんまりね塗りすぎるとダマになってきちゃうから
うん、まあ、こんな感じ でちょっとこの辺黒いけど、あの後でもう一回やります。そしてこっち毛並みに揃えてピッピッピッってやります。うん、そしたら多分ちょっとあんまりこう差が出ないようになると思うん でちょっと乾いてからここもちょっとピッピッピッで、よく見たらここハゲてますやんってあるでしょ、ここちょっとハゲてますやんっていうところがありますから、そこにこのさっきの粉で、粉の先っちょでこうなじませていけたらおハゲがなくなりましたね。うん、OK。 はい、眉毛完成。チーク塗っていきたいと思います。まあ、私は結構マットな、ね、肌質にしちゃってるから、ちょっとツヤ感みたいなの出したいなっていう願望もあります。なんでちょっとツヤのあるあのこちらを使って、まあ、ちょっとチークじゃないけどピンクのこの部分をファサファサってピピピピってやって、この辺ここに一回ペッてやってで、このピピってつけたものをここにフィーってちょっとやってきます。そしたらこうちょっとツヤが出るでしょ。でこれはここには塗りません、ここには塗りません。ここはねやっぱね毛穴がね、ハイライトでね、ハイライトのせると毛穴がねとんでもない目立ち方するから、毛穴に入り込んじゃうんで私は塗らないようにしてます。でこれも同じようにここでピョンピョンピョンつってツンツンツンつってここでやっていきます。そしたらちょっとこうツヤがピーって出るでしょ、マットなところからツヤが出て、でさらにもう一本の違うブラシで、チークをここに塗っていきます。でこれもあのちょっとツヤのあるチークで、もうほぼないんだけど、ツヤのあるチークを塗っていきます。ここにふわっとのせていったら、さっきのねハイライトだからバキバキの、そんなこう毛穴が目立たないというか、どうかな、ツヤが出てチークも出て色合いも出て、どう？ツヤが出てるかな？こういう感じにツヤを出してなじませます。うん、いい感じかも。でちょっとこうツヤツヤみたいな感じを出して、最後は口紅いきたいと思います。ほら見て、鼻の穴見て、鼻の穴がすごいでかいから、こうやってとかしたら脳みそ見えてるっていうぐらい今脳みそ見えましたっていうぐらいにはもう奥の奥までブーンって見えちゃうから、鼻毛はある程度生やしとかないとダメなのよ。もう鼻の穴がでかいから、こうやってやったりとかして、今鼻毛生えてるから黒くて見えないでしょ、黒いなって終わりだけど、これなかったらもうツンツルてんで、もうえ脳みそみたいなそれがちょっと恥ずかしいんですよね。でこちらの今日ちょっとピンクと紫の服だからピンクにしていきたいと思います。この口紅はいいですよ、色もしっかりのるし、結構落ちない、色発色をすごい意識したみたいな、シュウさんがでも落ちないし、なかなかで結構長期の長時間のロケとかでももう耐えれるもので、で結構昔はそういうのってなんかアメリカのそういうちっちゃいブランドとかがやってて、なかなか手に入らないのが多かったんだけど、こうやってシュウさんがこんななかなか落ちないリップを出したっていうのはすごくありがたいし、で色もとんでもない種類があるから、ピンクだったり赤だったりオレンジ系だったりとか紫とか濃い色もいっぱいあるし、もうこれはもうかなりその日の洋服に合わせてリップをつけてます。塗ります。
ちょっと今日は唇のね調子がね悪々なの。私は直接塗るタイプです。やべ、部屋が寒すぎてリップがめっちゃ硬い冷凍庫並みだから今部屋がスタッフさんもどんどん声出なくなってきてるし寒いなって思ってる。だから本当に温度によって全然違うから塗り方が。夏であったかい時とか柔らかいもんね、口紅ね。この縁が大事だから。この山が難しいんだよね。だったら筆使えよって話なんだけど。私唇もちょっと曲がってるから、それを見ながら、うんうん、いい感じに塗れました。こういう感じで、ほら見て、鼻の穴見て、大きさ違うの、左右の。すごくない？わかる？こっちがでかいでしょ、でこっちが小さいの。そうなの。これをごまかすために私はいつもって笑ってんだよね。こうやって笑ったら鼻の穴が分かんないでしょ。でこうやって笑うとね、多分顎が曲がってんの。なんか歯もずれてんの、こうやって。だからね、こうやって笑ってんの。いつも。ほら、こうやってやるって鼻の穴の大きさが違うの。これ多分こっち側が下がってるからなの。これがこうやって上がってれば鼻の穴の大きさ一緒でしょ。ここもこうやって上がってれば。だけどこれがね、こうやって下がってるの、こっち。だから唇も曲がってるでしょ。もうちょっとどうでもいい話なんだけど。どうでもいい。はい、口紅塗りました。メイクは一旦終わります。あ、ちょっともう一回やりますね。いや、どういうのがいいかなと思って。はい、ということで、ヘアもセットしていただきまして、すべて終わりました。わー、これがもういつもの私の、メイクだったんですけども、とにかくどれくらい落ちないのか、そしてでも発色も綺麗で、で自分の肌に合うのかみたいなのを結構意識して、この、まあ、芸歴もう14年目になります。この14年間の仕事の中で築き上げてきたこの落ちないメイクでございます。だからメイク好きの人とか、本当にね丁寧にやられてる方からしたら、何こいつやっちゃってんのみたいなっていうのあると思うけど、多分みんな人それぞれね、自分なりのやり方が多分あると思うんですけども、私はこんな感じでいつもテレビに出る時も、普段外に出る時もこういうメイクをしています。で今日はピンクの洋服だったらピンクのアイシャドウにしておりますけども、その日の洋服とか髪の毛の色に合わせてやったりしています。そしてこれからはですね、このメイクがどれくらい崩れないのかということを検証していきたいと思いますので、今日この後生配信があって、でそしてジャンポケが来るんですけども、ジャンポケと一緒にコントをやる生配信をします。どれくらい落ちているのか、落ちていないのか、どんな風な経過が出ているのかっていうのを見せていきたいと思います。それでは後ほど。こちらの方々でーす。わー、どうもー、入浴してくる。ちょっと待ってって、あっ、こういうのに行かんぞ。痛い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 、ボケ痛い痛い。せーの、バイ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 。知らないよ、知らないのよ。はー、よいしょよいしょよいしょ、お疲れ様でした。今ですね、このメイクをしてから、ジャンポケとの生配信をして、でそしてジャンポケの YouTube の方の撮影をして、ちょっといろいろ休憩して
から約5時間経ちました。この5時間経ってからのメイクを皆さんどうですか？全然崩れという崩れ出てないでしょ。もちろんちょっとテカリみたいなのは出てきてるけど、で今日はね即興コントとか結構激しめな、ね、ことやったから汗がすごい止まらなかったんだけど、全然、まあ、目のねところとかちょっと取れたりとかしたけども、この鼻のここここの際とかここがね今ちょっとね取れ始めてるですね。あと口紅も、私あのメイク動画撮り終わった後にホットドッグ1個食べたんですけど取れてないでしょ。ちょっとね塊みたいなのが口の周りにできちゃうんで、それはティッシュでピッピッて拭けばもう簡単に口紅の直しができると思うんで、もしここに溜まっちゃう人、私溜まっちゃう人なので、一応この感じでも溜まってないと思うんだけど、もし溜まった時にもう超簡単に直すんだけど、あの一回使ったスポンジ、これ一回使ったスポンジね、最初にメイクで、これ新しいスポンジじゃなくて、これでもうここをねグリグリっつってグリグリコスコスコスってコスコスってやっとけばもうどうにかなるからどうにかなるから。でこれをやって、本当にやばい崩れ方してるなってなったら、もうここにちょっと水みたいなのシュッシュッてシュッてちょっと濡らして、こうやってあの拭き取って、でこっち側でもう一回ファンデーションをピピピってやってプンプンプンってやったらもうすぐ治りますんで、私はそういうやり方で普段メイクをしております。ということで、今日はここまでにしたいと思います。ぜひとも最高だった、なおみちゃんマジ最高でしたという方はいいねボタン、そしてもう毎日なおみちゃん見たいんやけどという方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。さあということで、皆さん本当にこんな長いメイク動画を見てくださり本当にありがとうございます。あのコメントでもね、いろいろえこれ生なのどっちなのみたいなあったと思うんですけども、先ほどのメイク動画のところだけ、収録した、メイク動画でございまして、でここの今のこのボーダーの服を着ている私が今生配信をしているところです。皆さんいかがだったでしょうか。このね、まあ、ほぼあまりカットをしていない感じのメイク動画だったんだけど、自分の口癖がとにかく擬音が多いんだなっていうのに初めて気づきました。ピッピッピッとかさコスコスコスとかさ本当に皆さん分かりづらい部分あったと思うんですけど本当にありがとうございます。コメントずっと見てました。私も今生配信もずっと一緒にここで見ていまして、結構みんなたくさんの方がねなんかいろいろコメントしてくれて、やってみるよみたいな人もいたし、いやこんな派手なメイク会社ではできないなみたいな確かにね派手なメイクなのかもしれません。でもこれがちょっとリアルな今のメイク動画です。過去にも何個かメイク動画が多分 YouTube 上に上がっているんだけど、それがもう4年前とか2年前とか結構前だったので、毎回毎回自分でメイクの感じをいろいろ変えてるから、今回こう最新のっていうかなんかこう今の自分を伝えれたかなと思います。皆さんちょっとねいろいろコメント見ていきたいと思いますけども、だからもうすごいよね、一時期さ1万7000人ぐらいの人が見てくれてたよね。本当にありがとうございます。こんなね私のために1万7000人の方が見てくださって本当にありがとうございます。でコメントでね結構気になったことがあって、チップあるじゃないですか、シュウエムルじゃない、資生堂さんのもうボーって言ってた長いチップ、アイシャドウのチップは何本ぐらい持ってるんですかって言われたんですけど、私あのでかいバージョン、太いバージョンのやつを3本と細いやつを1本持ってます。で基本、まあ、それを
洗う専用のやつがあって、なんか液体が。で、その洗う専用のやつ、資生堂さんのやつ売ってますから、それでビューってかけて、手でこうやってやって、で、ラメとかさ、色も濃いからさ、落ちるのかなと思ったら、それでこう、コスコスってやって、ちょっとまた擬音だったけど、コスコスってやって、で、全部洗ったらもうほんと綺麗に落ちます。で、それを自然乾燥というか、乾燥しておくと、もうすぐ、乾いて、置きます、うん、乾いて次の日とかには使えますので、ぜひとも皆さん簡単に、こんなズボラな私でも簡単にできますので、そこはなんかどうやって洗うのかなみたいな風に思ってる人がいたから、ちょっとそれをお伝えしました。だからもう本当にみんなありがたいよね。何か質問があれば、チャットの方で質問ぜひともしてください。なここはね、ちょっと生配信でちょっといろいろ、ここはトークできますから、みんなが今書いてくれたこととかはトークしていきたいと思います。あ、前回の添い寝配信どうなったんですかこれめちゃくちゃ来る。インスタの方とかにもたくさんコメント来るし、実は先週の日曜日に添い寝配信第2弾やってたんですよ。でも今アーカイブ載せてないの。だから、ね、いっぱい来るの。え、なんでアーカイブ載せてないんですかみたいな。どういうつもりなんですかみたいな感じのね、コメントたくさん来るんですけども、それはね、まあ、ちょっと本当アーカイブ載せようと思ったの。でも前半ね、1時間半ぐらい喋ってたんだけど、その喋ってる内容がちょっと恥ずかしすぎて、ちょっと真面目に喋りすぎて、いや何私熱くなって喋ってんだろうと思って、恥ずかしくて非公開にしましたよっよっとかじゃない、ごめんなさい。楽しみにしてくださった方々、本当にすいません。何か事故があったわけでもないし、なんか危ないものが映ってたとかそういうものじゃなくて、普通にちょっと熱く語りすぎたなっていう、なんか人生観、いや誰が語ってんねんっていう、ただの32歳、そんなのもう先輩たち、人生いろんな人生を経験してる人たちからしたら、何クソガキが語ってんねんって思われるかなと思って、ちょっとねあれはね非公開にしました。ごめんなさい。みんな楽しみにしてた熱いトークが良かったのにとかごめんなさい。本当に私あんまり熱いところ見せるの恥ずかしがり屋ガールなんで、ちょっとどっかのタイミングでもうちょっとなんか生配信でゆっくりもうちょっと考えて会話していきたいなと思いますので、その時にはぜひとも皆さん見てください。悲しい悲しいコメントたくさん来て、あれすごい良かったのにとか、いろいろありがとうね、本当にありがとう。でもほら確かにめっちゃ真面目でしたね。わらわらわらってきてるから。そうなんですよ。だからちょっとね、熱く語るところはちょっと後日またやっていきたいと思います。で、なぜ今回メイク動画にしたかって言ったら、生配信でもすごい良かったの。生配信でいろいろ紹介していくのでも全然メイク、ね、生配信でも良かったんだけど、やっぱその時その時でやっぱりこう目のアップだったりとか、あと商品紹介とか、やっぱ綺麗に見せた方がなんかみんなもっと分かりやすいかなと思って動画を作りました。でも私の YouTube は基本生配信でやっていくって決めているので、やっぱりその場その場でみんなと同じ時間でね、こうやって共有した方がいいかなと思っているので、今回は最初に生配信をして、でその間にメイク動画を、出しましてからのこの生配信でアフタートークをしていこうということで、やっていきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、新しいシステムだったと思うんだけども、みんなにこうやって最後まで見てくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。分かりやすかったとかで、あ、本当？メイク落としもやりたい。あ、もうぜひともやりたいですね。ぜひともメイク落としも。ただ今日はね、ここにね、ブンって大きいニキビがセンター、人中、このセンター、顔の人中っていうのかな？ニキビできました。これ不幸中の不幸らしいですよ。顔の中心にデカめのニキビって、不幸が訪れるらしい。でも気にしねえ、そんなの。ナオミパワーで、マジフルパワーで、マジフルパワーで！ということで、今日初めて私の生配信を見た方いると思います。で、なんじゃこいつっていう感じの方もいると思います。で、やっぱメイク動画とかには結構ほぼ半分素に近い感じで、たまにこう白目をこうやってやりたくなったりとか、ちょっとその発作的なことが起きてますけども、それも含めて渡辺直美と思ってくださったらありがたいと思います。画質が良くて見やすかった、ありがとう、コメント嬉しい。私も顎にでかいニキビができましたとか言って、そうそうそう、このニキビがね急に出てきた。
めちゃくちゃ小麦粉食うとね出ちゃうんだよね。そうなのよ、プン、私もそこにニキビが、やばいらしいよ、本当にやばいらしいよ。さあ、で今回はね、いろいろ自分の中でもやっぱそのお仕事もある中でどうやってこうみんなとこうつながることになるかなと思って、先週から YouTube の生配信でいろいろやってきて、で今回は初めてその動画を作ってこうやって生配信で配信したんですけども、今後まあいろいろね、コロナの状況だったりとかそういうことで、まあこうみんな家にいることが多くなってくると思います。さらにで今ほらやっぱりちょっと安易にね、不要不急の外出っていうものをみんなちょっと控えましょうということになって、まあ東京は明日土日とりあえず週末は不要不急の外出はやめましょうという話になっていますので、やっぱ私はなんかすごいまた真面目な話になって、どうしようこれアーカイブ気になったらまた真面目な話しちゃってる。まあ、いろんな思いの人がたくさんいると思います、今回のコロナのこととか、まあ、今までの日本の中での、まあ、災害だったりとかそういうものがあって、いろいろこうみんなで乗り越えてきた中で、やっぱコロナもあんまりこうね争ったりなんかね思いやりもなく行動することとかはやっぱり避けたいし、で私はやっぱりこう、なんて言うんだろうな、例えば私がさ、ちょっとみんな家から出ちゃダメだよ、うわっとかさ言うのも違うし、やっぱりその仕事でやっぱり出ていかなきゃいけないお医者さんだったりとか、まあ、いろんなねお仕事の方もいらっしゃるので、私は一概にこう自分の意見をねぶわっとこう押し付けるのはあまり好きではないので、だけどやっぱりみんな不要不急の外出っていうのは気をつけていってほしい。だからといってこう家にずっといるっていうのも大変な方もいらっしゃると思うし、あと私も一人暮らしだからさ寂しいわけよ、寂しいのよ家で一人でいるのが。だから、明日生配信やっていきます。まあ明日もねきっと皆さん家にずっといて寂しいなと思ってる人もいるかもしれないので、あとやっぱみんながねちょっと家にいると寂しいから外出ちゃおうみたいな思いを抑えるべく、私が考えた企画、もうナオミクラブは作家さんがいないので全部自分で勝手に企画しているんですけども、いいですか、ここまだ誰にも言ってないんですけども、明日何時ぐらいがいいかな、19時ぐらいにしようかな、しーかな、19時ぐらいかな、2時間私と一緒にディナーを食べませんかっていう回です、どうですか私と一緒にそれぞれね携帯ここに置いて、私もパソコン置きます、でそれぞれ家で作ったご飯を19時にもう用意して、私と一緒にご飯を食べているディナーを一緒にご飯を食べながらトークをしていくっていう企画はどうでしょうか、ヒア、コメントどう、いいね、盛り上がってるね、早い早い早い、コメントスパン最高、ヒヤヒヤ。さあということで、私と夜ご飯を2時間、19時から21時まで食事をして、みんなでだから普通にみんなでご飯食べてるって感じだよね、今はもう外ではご飯を食べれないです、外にはもう行けませんし、コロナもありますから、なのでそれぞれ家で一人で食べるの寂しいなみたいな、ちょっと彼氏と喧嘩して一人でご飯食べてます、マジ寂しいけどみたいな人とか、まあ、いろんな思いの人がいると思いますけども、少なくとも私ともし寂しいよと思う方は私と一緒にディナーを食べましょう、明日19時、まあ、勝手に決めてるけど19時までに皆さんご飯作ってください、で私普段ご飯作らないんですけど明日のためにちょっとご飯を作って、それぞれ食事を目の前に置いて一緒に食事をしてトークをしながら、もう雑談です、もう何でもいい、もうみんなのもう何でもいい、いろんな話をしていけたらなと思います。なのでぜひとも皆さん明日19時から21時トーク、ディナーご飯を食べる
会をしていきたいと思います。止まっちゃったね、一回ね、止まっちゃった。結構今もう YouTube をたくさん見てる人がいるらしいので、皆さんちょっと止まっちゃいますけども、これアーカイブに載せるときは止まってないんですよね、多分ね。止まってないのかな、どうなのかな。アーカイブに載せるときは止まらないよね。はい、止まりました、今。はい、止まってない、大丈夫ごめんね、本当に。ってメイク動画だけ見てんだよ、クソがと思う人もいるかもしれない。ごめん、この生配信ちょっとつけさせてもらいました。で、今後ともまあ、そのアーカイブでこれは載せます、この動画は載せます、このまま載せます。で、今この動画をいつの時代の人が見ているかはわからない、この未来で。もしかしたら2021年の人が見てるかもしれない、もしかしたら5年後のね、2025年に見てる人がいるかもしれない。でも、このいつまで経っても見てくれてる人が、一緒に一人で寂しいなと思う時にこの動画を見て、何直美ってマジイケてるじゃんって、最高じゃん、寂しくないんだけどって思ってくれるような動画、そして配信を目指していきますので、ぜひとも生配信、そしてその後のアーカイブも皆様ぜひともよろしくお願いします。そして今見てくれてる子、見てくれてる子たち、いいねよろしくお願いしますいいねがね、欲しいです、やっぱり欲しいです。でも、こんなこと言ったりとかしたらちょっとダメかなと思うんだけど、欲しいですぜひともいいねと、あと今後生配信が多くなると思いますので、チャンネル登録もぜひともお願いします。で、チャンネル登録をしてから、通知を表示、通知オンにすると、きっと私がライブ始めましたってなったら、きっとこんな風に通知が来て、私の生配信を見たい方は見れると思いますので、ぜひともお願いします。はあ、みんなありがとう、コメントあ、もうつけたよっつって、いいねしたよっつって、ありがとう。おー、すっごい、すっごいいいね増えたすごいいいねしてくれてる、みんなありがとう。本当にみんなのその思いで私は生きてこれております。はあ、今日はね、とりあえず2時間ぐらい配信するっていう話だったので、あと何分ぐらいかな、あと30分いけますね。なので、ちょっと適当にトーク、みんなでラフな感じでトークしていけたらなと思います。今日は本当にごめんなさい、生配信が1時間遅れてしまって申し訳なかったです。本当にたくさんの方が、ね、待ってくれて、私もインスタライブ、インスタのストーリーズの方で、今日ライブやる翌日からって話だったんだけど、本当に今日の収録がね、すごい楽しくてね、気づいたら2時間半押してて、でもね、すごい面白かったの。何の収録かはちょっと言えないんですけども、その奇跡もね、今度発表していきたいと思いますので、こういう番組だよっていうことをね、ちょっと発表していきますけど、すっごい、だからそれでちょっとね、押してしまって申し訳ございませんでした。もうとにかく走った、もうとにかく走り回りました。直美好きすぎとか言って、ありがとうございます。直美ちゃん嬉しい、なんとかそうで嬉しい、謝らないで諦めないでみたいなやつ、ありがとうございます。2回目のソイナ配信のアーカイブなくて残念だったよ、ごめんなさい。本当に多分今後もしかしたらあるかもしれません、そういうの熱く語りすぎて、ちょっとこれなんか恥ずかしいなと思う時とかは、もしかしたら私はアーカイブ載せない可能性、まあ少ないです、そっちの方が少ないかもしれないけど、でも今後生配信だったら全部見れると思いますので、生配信見てください。さあ、そしてまあ前回かな、ニューヨークに行く予定だった週が、まあ、10日間ぐらいあって、それがまあバラシになりますよね、やっぱコロナのことで。で、亡くなってからまあ1週間ぐらい経って、 YouTube を始めてから1週間経って、で、今後はまあ仕事もあるから、まあ、ちょっと週1、毎日生配信やってたけど、まあ、週1か多くて週1、少なくて、まあ、2週間に1遍、まあ、やれる時にやれたらいいなと思ってて、でやっぱ急にバッと思いついた企画とか
やっぱその場でできることが生配信の醍醐味かなと思いますので、まあね、動画を撮って編集をするっていうのももちろん素敵な作品がいっぱいできると思うんだけど、やっぱ生配信だと今この場でみんなとこうつながって生まれることもたくさんあるし、それを見て盛り上がってくれる人もたくさんいるのかなっていうのを、この1週間みんなのコメントと、動画の再生回数を見たらなんかいろいろ思いました。ありがとうございます。添い寝だけちょうだいとえ、添い寝だけ見たい、みんな添い寝配信、ね、明日は添い寝配信します。明日は土曜日だから、明日は19時から、21時までの私と一緒にディナーしませんかという回でございます。一人暮らしの人でもそうじゃない方々も一緒にここにご飯を置いて19時からスタートでご飯を食べながらディナーをしているような感じのトークをしていきたいと思っております。生配信好き、ありがとう。あとね、PUBG の、 生配信の動画がね異常に伸びてて、あたす嬉しいです。何が嬉しいって、たくさんの方に見てもらえたっていうのもあるけど、やっぱり私が仲良くさせてもらってる後輩のスパイクの小川と村淳ね、手取り対岸の村淳と2人一緒にね、3人でやったものがこう伸びてるっていうのはすごく私は嬉しいです。で今後、後輩とかね、ちょっとこうどんな風に、先輩とかも実は明日ちょっとゲストがいたんですけども、もともとねだけどやっぱりこういう風な状態になったので私一人で配信していくことになりますけども、今後とも多分コロナが落ち着くのか、落ち着くのはもう相当先だと思うけども、もしかしたらね、でも今みんながこういろいろ気をつけて、私も含め気をつけていったら、いろいろね、こうコロナ自体が、今はもうコロナこうじゃん、コロナですみたいな、でもこれがはってコロナですみたいな、ちょっとずつ収束していくことを願って、そしたらいろんなゲストの方、この間のジャンポケがと一緒にコントやった時みたいに、いろんな方とここでコラボして、しかも生配信でやっていけるように頑張りたいと思います。抹茶スペシャルマジ面白かったとか、嬉しい、抹茶スペシャルねあれは誰が見ても受けるよとか、嬉しい、抹茶スペシャル、みんな結構覚えてくれてるね、嬉しいです、ありがとうございます。やっぱ PUBG まず下手っていうのと、あとやばいやつ演じすぎっていうね私普段あんな PUBG のゲームの仕方しないからね、あんな一人で車探しに変なとこ行ったりとか、うんちやとか言って変な声とか、友達同士でやるときはないですけど、はい、ちょっと楽しい動画を、生配信をやっていきたいと思いますので、今度ねやりたいのがね、PUBG の前回の動画の面白い部分をまとめて、ちょっと村淳と小川とトークみたいな企画もやっていけたらいいなと思っておりますあれね、実は村淳と小川はめちゃくちゃ笑ってるのを我慢してたらしくて、2人とも変な狭い部屋に連れてかれて、あれ別々やってるからね、狭い部屋に連れてかれて、私が変なこと言うたびに間が空くんだけど、あれはもう2人とも上向いてたらしいよ笑い声が出ないように2人ともこうやって、あ、なんとかですねみたいな、私もなんか、マジで面白いこととか言った方がいいんですかなとか、男のふりしてやってるやつとかも一回みんな笑い我慢してからやってたらしいんで、今後ね、そのみんなのリアクションもなんか生配信しながら PUBG とかできたらいいなと思いますよねなので、この抹茶スペシャルは次回は多分名前変えますので、ぜひとも皆さんそこは変わっていくと思ってください。その当日に名前を発表します。さあ、メイクもう終わりましたかというコメントが来ております。終わりました、でもアーカイブ載せますのでその後ぜひとも見てください。で今生配信中に見れなかった方はアーカイブ載せて、明日明後日ね、もうほんと暇な時でよろしいです。皆さんがちょっと暇だなと思う時にちょっとでも見ていただけたら助かります。 PUBG 以外のゲームはしないのとかって、やりたいよ、ぜひともねやりたいですよ。でもね、ゲームがね、私ちょっとね、パネルでポンしか強くないのよ。パネポンで終わってんの。もう土世代、パネポン世代、あとポケモンね、
ポケモンはバキバキでしたから、ポケモンの私は緑派だったの。緑なのにもかかわらず最初にもらえるね、一匹のポケモン絶対人影派。人影がすごい好きで、人影ばっかり使ってて、で霞のトレーナージムのところで毎回負けるっていう、あの日だから。で霞水ポケモンしか来ないからさ、毎回火消されてね、やられてましたけども。でさらに人影派で、人影がねどんどんこうリザードンとかね、でっかくなるのがちょっと嫌だったタイプ。あの後ろ姿がかっこよくないのよ。人影の後ろ姿はすんごい可愛い、なんかピュンって感じなんだけど、でもレベルが上がるとリザードになってさ、なんかみたいな、登場するときにあーとか名前なんか声出るじゃん。あのなんかちょっとね、あんまりかっこいい感じにならない後ろ姿が。だからちょっと私はそういうのをねやってたりとかしてましたけど、ちょっとそういうゲームとか今後やっていけたらなとは思いますよ。あ、なんかさ、動物の森が今すごいんでしょ。集まれ動物の森、これ一度も私やったことないんですよ。そう、今もうみんなそれやっててさ、なんかしかもその日、私が うちらが PUBG を生配信してる日が動物の森の発売日だったのかな。だからみんなが動物の森やってるのにうちらだけ PUBG やってたっていうコメントなんか来てて、え、なんでこいつ PUBG やってんのみたいな本当に皆さんありがとうございます。添い寝の2回目見れないよ。あ、先ほどもご説明したので、ぜひともこの動画アーカイブ載せたらその時のコメント見てくださいホラーゲームしてほしいです。いやもう怖い、ホラーゲームは本当に怖い、本当に怖いです。フォートナイトもすごいよ、もちろん。 I know だけどなんかあれ、家作ったりとか、家作るっていうか、なんかいろんなさ、建物とか空飛んだりとかさ、いろいろ機能が大変そう。 PUBG でもこんないっぱいいっぱいなのに。あとはなんかストリートファイターとかやってたよね私。結構それはね、大人になってね、 PS でもやってたよ。 PS4 でもストリートファイターやってました。ストリートファイターね、ちょっとやってみようかな。それだけ欲しいみんな、とにかく私が寝てるところが気になるんだね。ありがとうございます。スキンケア気になります。それもね、ちょっと今日は今回のメイク動画では詳しくはあまり載せてないから、ちょっとうんって感じかもしれないけども、やりたいゲームやりましょう。まあ、ゲームもそうだし、いろんな企画やっていきたいよね。うん、だから、まあ、本当にスケジュール的にね、まあ、今週結構たくさんお仕事させていただいて、バタバタですごい楽しかったんですけども、明日以降は実はね、もっと昔からスケジュールで、実は海外に行くスケジュールだったの。今じゃないよ、もちろんこれ全部なくなりました。だけど前からあったスケジュールで、ここはね海外のスケジュールだったんだよね。でもそれが飛びましたので、私は明日以降またちょっとスケジュールがちょび空いてるわけですよ。なので生配信はまたそこからいろいろできるところで、すっごい怖くない今何出るんだよね、たまにポルターガイストっていうか幽霊っていうのかな。お盆の時期じゃないよね今。怖いな。聞こえた今。どうしよう、今回の動画メイク動画っていうよりちょっとポルターガイスト動画にしようかな。心霊怖かったよね、笑っちゃうぐらい怖い。今怖くて笑ってんだから私。何の音、気をつけてくださいね皆さん。これたまに出るでしょ、あなたの家でも。ブーとかゲーとか怖くない。今本当にたまにあるんですよ。多分一回入っちゃってるんだよね、霊が一回入って多分出てく音だと思うから、ちょっと皆さんちょっとお祓いちょっとしといた方がいいかな。ごめんなさいね、そっちに行ったかもしれないんで気をつけてくださいみんな聞こえたよとか言って
ノリがいいコメント欄も怖いよとか言ってもう一回来るかもよとかありがとうございます。これさ、どうなんだろう、なんかこの YouTube を、あ、そうだ、私これも言いたかったの。このね、あの YouTube を始めて約1週間ぐらいで8万人いったのが本当に嬉しい。わい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 。だってさ、生配信しかも深夜にやってて、それでもみんな付き合ってくれる方々がいて、その人たちがこうやって登録してくれてるんだなと思うとめっちゃ嬉しい。あれ、お化けが出たら一回なんか人が減った、ゲッて音のお化けで、多分1万人ぐらい見てたのに、なんか7000人ぐらいになった今一気に。わけじゃない、気をつけてね、みんな絶対に気をつけてくださいね。ありがとうございます、皆さんコメント。そうなの、8万人超えるってバカ嬉しいです。もちろんインスタ、じゃあインスタ900万人いるじゃないですかって言われるけど、いや900万人も8万人も私は一緒なんですよ。一緒じゃないけど、あの数字だけで言ったらもちろん900万人ってでかいことかもしれないけど、でもやっぱりその日々上がっていくっていう、日々たくさんの人が私に興味を持ってちょっとずつこうチャンネル登録だったりとかフォローしてくれてるっていうのがすごく嬉しくて、うん、もちろんその大きい数っていうのは嬉しいよ。でもちょっとずつこう上がっていくっていうのが、なんかこう実感がすごいこう湧くというか、あ、固まっちゃった、もう限界かな、このライブの止まっちゃったね。あ、大丈夫だった、戻ってきました。まあちょっと固まってもアーカイブはあのちゃんと残りますので喋り続けますけども、結局こうやっていろんなこうフォロワー数多い、いいねが多いとかいろんなことがありますけども、私はこのナオミクラブの中で日々こう上がっていってるのがすごく嬉しいと思ってます。そしてもちろんインスタもね、更新していけるように頑張っていきたいと思います。あとブログとか、実はブログもやってて、もともと私ブロガーなの、ブロガーっていうか芸人やる前に自分でホームページとか作って、で10代の時にゆめあんっていうねファミレスでバイトしてたんだけど、その時のゆめあんの仲いい子たちだけでホームページを作ったし、鍵垢にしてそれぞれその日の日記を書くっていうね、ブログをずっとやってたんですよ、10代の時に。でそれで芸人になって、10歳で芸人になってからブログができるっていう、でもなんかある程度売れてないとなんかブログができないって吉本に言われて、あ、そうなんだと思ったら、なんかね、若いうちにこうテレビだって出させていただいたりとかライブとかやらせていただけるようになってから、あのブログが開始されて、その時は、ね、結構頑張ってブログ更新してて、で最近はねブログ頑張ってるつもりなんだけど、やっぱどうしても短いブログにしたくなさすぎて、やっぱみんなにね読み応えがあったぜと思ってもらえるようなブログにしようと思ったら、自分のこと追い込んだらちょっともう半年ぐらい更新してないその前までね頑張って更新してたんだけど、ちょっと今半年ぐらい更新できてないので、ブログの方もこの来週の時間に合わせてちょっとやっていきたいなと思っておりますので、更新ちょっと頑張っていきます。そうなのよ、売れないとねそういうブログとかねやらせてもらえなかったんだよ。そうなの、だからねちょっと今後ね、SNS とかも更新できるようになりたいけども、テレビのお仕事も頑張ってやれていきたい、やっていきたいというかやっていますので、そちらの方もぜひとも皆さん見ていただきたいし、あとねインスタもぜひ皆さんフォローしてください。フォローしてない方もいるとは思うんですけども、インスタのストーリーとかで自分の近況とかをよく報告していますので、そして今後もねインスタの方でも IGTV だったりとかそっちの方でも動画を今後いっぱい載せていけたらいいなと思っているし、だからねいろんなところで自分の種まきすぎて、いろんなところでいろんなこう皆さんがねお花をね咲かせてくれるように頑張ってお水をあげてくれてるような感じなので、なんか Facebook も Twitter もインスタも
TikTok もそうだし、そしてこの YouTube の生配信というね、6個も自分が見せれるところがあって、でそもそもテレビっていうところに出させてもらってて、でライブだったりとか、今はもちろんライブはできないんだけども、だったりとか、なんかね、自分を見せれるところがいっぱいあるから、それぞれね、見てて飽きないようにしていけることが自分の目標です。なのでいろんなところでチェックしていただけたらなと思います。いっぱい詰め込んで大丈夫とか本当そうだよね。ちょっと詰め込み教育すぎるんですけど、その時その時で自分が発信していけるものがあったらいいなと思っております。危ない、今ちょっとなんか危なかったなさあ残りあと10分になりました。残り10分で2時間になります。皆さん本当にね、こんな遅くに見てくださってありがとうございます。そしてちょっとね、明日がすごい私は楽しみ。明日みんなでこうご飯食べながら食事を、ね、2時間するっていうのもすごい楽しみだし、なんかいたなとか言ってコメントに、お化けまた来たねとか、お化け出そうだったとか、もうお化け出そうだったはもう月風になってます。もう月風出そうだったって一緒ですからねお化け出そうやったなとか言って、あやべえ、お化け出たら6000人に減った、1万人ぐらいいたのにまたありがとうみんな、こんな遅くに見てくれて。さあぜひともね、皆さん過去の生配信のものもありますし、あとね、多分生配信をしているその日のに次いつ生配信やるかっていうのを、ね、多分発表していくと思うんだけど、どうしようかな。次は日曜日にもやろうかな。土曜日ご飯食べるやつやって、まあ日曜日なのか分かんない、どこかの来週どこかのタイミングで、もう月末なんで、ナオミステッカー、このナオミクラブの会員の皆様用のナオミステッカーっていうものをプレゼントする生配信をどこかでやっていくと思います。そちらの方も細かいことは当日に発表すると思いますので、皆さんぜひともその時は、告知はね、常にインスタライブで、インスタのストーリーズで告知していますので、ぜひともそこをチェックしてください。さあ、皆さん、ナオミステッカーめっちゃ嬉しいとかって、嬉しい。ちょっと紙あるかな、ナオミステッカーのなんかね、紙がね、ちょっとあるかもしれない。ちょっと待ってね、みんな。ナオミステッカーの、なんかね、作ったんだよ、こんな感じのやつにしようみたいなやつがね、あったの。ちょっと待ってね、もうね、できたの実は。ナオミステッカーがもうできてて、実はね、ありました。おいしょね。ナオミステッカーも、まあ、いろんなパターンのね、いろんなパターンのナオミステッカーがあったらいいなと思って、実は作りました。多分、これ多分前職やると思うんだけど、こんな感じ。この白いパターンとピンク、濃いピンク、ブルー、そしてこのブルー、薄いブルー、黄色、こういう感じでいろんなステッカーを作ろうということになりまして、この辺のものが皆さんの手元に届きます。これはね、応募者全員サービスではございません。その日、まあ、いつまでにこの
あれ送ってくれたらいいのかとか住所とかそういうのをっていうのはまだ決めてないんだけども、100名様に毎月プレゼントしていけたらなと思います。なので今これ見てて、何これナオミクラブステッカーって何と思う方は、ぜひとも前の生配信の方で説明していますので。そしてなんとですよ、本当にレアキャラ、私のチーフマネージャー、この上田さんのシールも何名様かにつきます。いらねえよ、欲しいよっていう方、いろんな方いると思いますけども、前回これ私が描いたの、この絵、私がナオミクラブの絵を描いて、この上田さんの絵も私が描きました。これもね、どの色になるかは分かりません。多分キラキラ、レアキャラだから多分このキラキラにすると思うんだけども、この上田さんのステッカーと、何人かはですよ、何人かは上田さんのステッカーとナオミクラブのこの私のステッカー2枚組でプレゼントします。多分100人中2人かな、2人ぐらいの人に届くと思います。で、最初ね、上田さん、ナオミクラブの100人中1人が実は上田さんのステッカーしか来ないっていうパターン、かわいそすぎねって話になってやだ、なんで私だけ上田さんなのって思う子もいるかもしれないから、それをやめようっつって、私のシールプラス上田さん、これはねかなりレアキャラだと思いますので、そういうこととかもちょっと来週どっかでね、3月終わる前ぐらいにちょっとやっていけたらなと思っておりますので、ぜひとも皆さんその時の生配信もチェックチェックしてください。吉本の三浦春馬って書いてある。そうなんだよ、クレームとか言っていらないあ、上田さんメルカリで300円で売られるようなやつだなとかありがとう、倍率高そうとかあ、意外と上田さん一人は辛い上田さんだけメルカリ、上田さんもいらんかなとか言って、2つ欲しいっていう、8万分の100人かとかそうです、8万人分の100人でございますので、ぜひとも今皆さん、上田さんのステッカー私は欲しいよ、いや、直美ちゃんのだけでいいって思った方、いいね押してくださいいいね、いいね詐欺だよね、本当に追い込みかけるよ、いいねにみんなぜひともお願いします。いや、今日も本当に私は素敵な一日を過ごせました。で、ちょっと声がもう枯れるぐらい喋ったんですけども、すごくすごく楽しい一日を過ごせました。そんなみんなもそんな一日が過ごせたらいいなと思っております。意外とさ、一人でこうやって喋ってるのとかさ、別に喋っててもいいんだけど、やっぱちょっとこう、こんな話とかしちゃっていいのかなとか、止める人がいないと私結構こう喋っちゃうところがありますので、ちょっと気をつけながら生配信はしていきたいと思います。上田さん欲しいやって、無理せずにねって、後藤さんもステッカーにしようとかいや、いよいよ誰っていう、後藤さんまさか自分の顔のグッズ作る日が来るなんてと思ってると思うよ。もうちょっとね、後藤さんをこの番組で番組っていうか、このナオミクラブで出していけたら、もう少しファンが増えたらやっていきたいかなとは思いますけどももう寝るのとか、そうよ、みんな寝よう。なんかわかんないし、全然ニューヨーク行ってないんですよ。全然ニューヨークもうあと少しで約1ヶ月ぐらい行ってないんだけど、なんか寝れなくて、夜結構ね、4時5時ぐらいまで寝ちゃって、まあ、4時5時ぐらいまで起きちゃってたりとかして、結構ね、生活のバランスのリズムが崩れてきてるので、まあ、明日からはちょっと私はいい生活リズムを送っていきたいなと思うよね。上田さんと後藤さんのペアシール、地獄です。本当にこんなこと言うのも失礼だけども、地獄、吉本の7つの地獄の一つです。それ皆さん気をつけて、吉本の社員の上田さんと後藤さんのペアシール、地獄です。絶対にやりません、何があってもルームツアーしてよルームツアーね、どっかのタイミングでできたらいいかなさすがに眠いねとか、そうだよ眠い
地獄ひどいとかってヘルとか拷問それはごめんなさい誰も得しないみんなの言葉7つのうちの1つ出ました7つの地獄ね、やっぱ不思議、七不思議とか言うじゃないですか。吉本は違います。吉本七不思議はありません。吉本はあの七地獄がありますから。そのうちの一つは、上田さんと後藤さんのペアシールを、渡辺直美の応援してくれているファンに送るという、これはもう地獄です。でもね、私はね、理想なのが、私のこの直美クラブ、まあ、部活みたいな感じで行こうみたいな話になったから、まあ、小川が直美クラブ部員、ナンバーワン部員番号会員数1で、村淳が部員会員2っていう形でどんどんね部員を増やしていきたいので、もちろん一番最初に出たのが、一番最初のゲストは後藤さんじゃない。でその後上田さんじゃん。じゃあ上田さんと後藤さんが会員1にすればいいじゃないですかっていう声は全く聞こえてこないんですけども、補欠ですあの二人は永遠にナオミクラブの補欠ですやばい、なんか笑いすぎてよだれがちょっとなので補欠という形 でここからいろいろ会員が増えていったらいいなと思います。皆様今初めて見た方もいると思うんですけども、ナオミクラブ楽しい日々を皆さんに提供できるように頑張っています。そしてこのメイクのね動画の編集をしてくれたスタッフの皆様、そしていろいろね機材とかやってくれたカメラマンさん、もういろんな方が今回動画を撮ることによってたくさんの方が協力してくださいました。そしてまあ今はねこうやって自分で配信してるけど扱いかわいそうとか欠員要員補欠になれるのとかいろんなスタッフさんが今回、まあ、生配信は自分でやるときもあると思うんですけど、動画をねいろいろこうやって編集してくれた皆様に感謝したいと思います。もちろん皆様にもお仕事としてオファーしておりますので、私のこのナオミクラブの、まあ、お金の話になっちゃうんだけども、ナオミクラブのところからお金をお給料をお給料というか払わせていただいております。もちろんその小川もそうだし村淳もそうだし、でもうこの間ジャンポケも出てくれました。もうまあ上田さんと後藤さんにお金ね払わなくても吉本の方なので協力してくださったっていう友達友情出演っていう形なんですけども、今までたくさん過去にゲストの人来てくれました。もちろんみんなにも出演料もちろん渡しました。そして編集してくれたスタッフさんたちいっぱいやってくれました。ナオミクラブ大赤字です。ありがとうございます。大赤字です。だけどね、いいんです、いいんです。別に大赤字がいいってわけじゃないよ、もちろんね。でもみんなが楽しいと思ってくれたらそれでいいし、楽しいと思ってくれる人が増えたら私たちももっとクオリティの高い制作費をいっぱい使って動画も配信できていけると思いますので、もちろん今はもう大赤字ですけども、一つだけ言いたいのは、お金じゃないこの生配信に関しては。もちろん生きていくために仕事するときはお金が必要だけども、お金ではなくたくさんの方に楽しいことを表現できる、こんなに言ったらすごいお金の人だね、逆にめちゃくちゃ気にしてるやつじゃん大赤字気にしてないとだったら嘘ですけど、でもこれからもっと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 クオリティを上げて、もっともっと楽しいことやって、もっともっとみんなに、最高って思ってもらえるようなことが増えれば、たくさんの人が見てくれて、そしてたくさんのいろんな面白い企画がやっていけると思いますので、皆さん懲りずについてきてください。最後ちょっと変なお金の話になったけど、そういう変な意味で言ったつもりはありません。さあそれではお金あげようか、寄付するよとか、いや違います、ごめんなさい、
あのそういうつもりじゃないんですよ。お金欲しいとかそういうのじゃないのでお金あるでしょとか広告つけないのとか、いや、お金あるかないかの問題ではございません。あの大赤字ですだけどこれ以上言うとどんどんお金のリアルな話になってっちゃうから、ダニに給料とかジャンポケのおたけのことダニってみんな呼んでんだけどさ、ダニに給料とかちょっとかまいそうだからやめてね。みんなお金は大事ですよ。あのこれから多分いろいろね、仕事がどんな風に、ね、なっていくかもみんなわからないと思いますしね、いろいろ考えることはいっぱいありますけども、とにかく楽しい一日を、一日一日を大事に楽しく住んでいきましょう。ちょっと待って、新手の宗教ですか？ごめんなさい、なんか私すごい教祖様になりたい人みたいなで、お金とかの話し始めたりとか、ちょっとあのそういうつもりではないので、ポジティブなこと言うとね、ちょっとなんかこうグッてなっちゃう人もいるかもしれないんで、今日はお話をこの辺にしていきたいと思います。お後がよろしいようで、え、全くよろしくないさあね、待って、本当にさ、アーカイブ載せないかも嘘多分この最後まで多分ね、見る方はこの生配信の方が多いと思いますので、とにかく何が一番大事かって言ったら、一日一日大事に今の自分の環境に感謝をして、そして先祖にもね、ここまで頑張ってこの時代に生きてる私たちに感謝をしていきましょう。それでは皆さん、いい時間になりました。もう何時？もう12時過ぎてるね。はい、12時過ぎました。ということで2時間の生配信、皆さん本当にありがとうございました。そして、明日はですね、19時から21時までディナー会を皆さんのこの生配信でやっていきますので、19時になったら皆さんこのナオミクラブの前に集まれ。ありがとね、みんな、教祖様とか壺売らないでね売りません、それ教祖様とまた違うんだけどねさあ、残して、この後あのアーカイブ残していきますので、ちょっとなかなかね、こう生配信こうゆっくり見れなかったよという方は見てください。それでは皆さん、今日も素敵な夜をお過ごしください。また明日、バイバーイ。